トリプルピース。大丈夫ですか、前代未聞のトリプルピースから始まりました一時期の、動画日記、動画日記じゃないんか、これは、はい、ゴールドバンマーゲストリレーやってもうた、もうやってもうた、いつも動画日記下げすぎるゲストリレーの第8ですかね、はい、最終回です、最終回 GBB の、はい、一番最後のゲストですね、子供も泣きそうになった、劇団うんこナマズの主催のですね、半沢邦明さんです、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします。半沢君はですね、実は泣いてる、ね、本当にね、この動画急に外で撮るから、こういうことよくありがちなんですよ。たまにこうね、おっさんに降りてするから。そうこの間を。だから見たらちゃうんやん。そうそうそう。だから見たら何やねん。そうやねん。お前ら素人が何を撮っとんねんと。こんな感じで。いや、今だって撮ってる。撮ってますもん。撮ってると思われてないかもしれない。ゴミ袋。こうやって iPad で何か動画見てるのかって思われてるかもしれない。ぐらいの楽さで撮ってます。半沢君は、運生の主催で、まだ運生やってない時から知ってるかな。あ、でも微妙な、でも僕大熊さんあれですね、初めて僕ウィングで一回見られてるんですよね、だから、うん、そうトイガーデンに出てた時に、で2010年とかだから、大昔か、昔か、そうそう、あれ CDT かな、いや違う、あれウィングカップ、トモニさんが撮ったやつ、いや違うじゃん、俺が見たの、ああそうだそうだ、あ、問いはでも最初の、そう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 、指をはでものプロトタイプを見て、これはそれが超面白かったね。で、はい、それトイガーデンの話だ、で、僕と山本と竹村と坪坂と4人がバーターで、あなたの先輩のね、ありましたね、ペイサンズ13の公演に出て、さ、でもこの3人ペアそう、この3人ってあのね、ババアトリオっていうやつ、そうそう、で、俺ら結構3回しか行かへん、そうそう、3回しか行かへん、だから、半沢君頼みやったら、半沢君も割と3ぐらいしか行かへん、僕も割と行かない人、ほんで、3人であんまり空気感分からず会場に乗り込んでいくっていうね、申し訳ないですね、それがまさか今やこうやって動画撮ってた、3人でこうやって父振り回してたよ、これでいいんかな、そういう父が伸びる父やん、そう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 、半沢君に、え、こうやってさ、どうすんの、いや、なんか分かんないですけど、父を押したらいいらしい、ミサイルのようにやってたらいいらしいです、あ、わかったわかったってやってたのが、何年か前で、アホちゃうかって言ってました、その時ってうんこなまず、その時もそうですね、あ、もうそうやったか、カメハウスとかにも出てたのも見てたし、ありましたね、そうそうそう、だから、まあ、見てたんですよ、お互いは、そうですね、で、まあ、共演がそれで、まあ、それはでも、ほんまになんか、本番中だけの付き合いみたいな、ね、本当に浅く浅い、そう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 、まあ、ちょっとでもそうかと思う、狭く浅い付き合い、打ち上げだけ、打ち上げでなんか朝まで、そうね、まあ、こうこんな感じでちゃんと喋るんだ、そんな半沢君ですよ、まあちょっと待って、その前にあれ GBB の役で言うとね、ミスターワン、ミスターワン、ジジイです、ジジイですね、いや、ジジイにしたのはあなたや、あ、そうやり方次第、いや、ほんまにそれは初めて見て、あ、こういう人ジジイで作ってきたんやと思ってそういうやつもあるんやと思いました、どうしようか、いや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 、でもね、やっぱね、ちゃんと作ってくるあたりはちゃんとしてるなと思って、あ、ありがとうございます、いや、もう何もなしで、何もなしだったら地獄になる、地獄やな、ね、ババアの次はジジイ、そう、ババアの次はジジイ、ババアったらへへっていうね、そうそうゆいよな、入れてきてよな、いや面白かった、いやいや、うん、でお楽しみにミスターは闇商人ミスターは、ね、もうすぐ出てきますからすぐ出てきます、物語の鍵を握る、鍵を握る一応握ってまあね、握ってるねもう序盤から握ってたからね、楽しみに、ハンザー君で、これラストということで、ゲストリレーなんで、ゲストさんから質問をどんどんリレーしていくんですけど、前回の我々動画で調子乗ってしまいまして、ものすごい質問いっぱい
そうです ね計6つございます。多いですよ、絶対多いです。1人に対して6つ多い、なぜに。じゃあちょっと1個ずつ、じゃあちょっとあのまあ一番気になるところから言いましょうか、はい、好きな女性のタイプはというのを佐々木靖子さんからいただいております。そうですか、靖子さん、はい、好きな女性のタイプは、はい、めっちゃ気持ち悪いです。僕ショートカットですよ。全然気持ち悪くないよ、黒髪のショートカット。そんなんね、俺もも放送事故や、放送事故止まったんちゃう、普通だよ、ショートカット。いやでもね、そうやねんな、僕もね、じゃあどれがって言われたらショートカット選ぶね。あ、うん、どれがって、まあ、なんロングかショートじゃなくてどれがっていっぱい選択肢があった中でショート。いや、黒髪ショートいいね、わかるわ。ちなみに僕ね、黒髪セミロングです。え、普通っす、普通っす。まあ、あでもそれが1個目。はい、で次は、美咲さんからいただいております。はい、今まで一番ときめいた瞬間を教えてください。ときめいた瞬間、ときめいた瞬間、そんなさっと出るの。今思いついたのが、うん、ここで言えないやつや。横で上に全国配信だね。全然、あでも、まあ、まあ言いますわ、うん、一番ときめいたのはこんなんいいんか言っていいか分からないですけど、うん、まあ、あんまり具体的にはちょっとなるべく言わずに、はいはいはい、広島弁で、うんうん、こんなんしたらいけんって言われたのが、うん、なるほど。それ以外の情報は言わない。おきおき言わない。まあその情報は言わない。まあそのなんか逆に、まあ想像を、想像をかきたてる、そんな人にいけしたんですよね。何したんですか。それあれでしょ、方言だとかまた良かったですか。そうです、まあ、ですよね。です、方言萌えはね、方言萌え。ということは今のところ黒髪ショートで、まあ、広島弁っていうのはドストや、ね、最強、そんなんしたらいけんって言ってくる女が来たらもう気強め、気強め。はい、次、こんなんばっかり、次、竹村さんからいただいております。はい、半沢さんは髪をどれぐらいのペースで切るのですか。興味あるんですか。それは勝手に、俺らは嘘でしょ、なんか。これその場のぶりでみんなどんどん言ってたから、どんどん質問してもらうから。目的意識がないでしょ。いや、多分竹村さん的には半沢君はテンパやから、テンパです、ね、あのどれぐらいの頻度でテンパは切るんだっていうことで。何やねん、それ。どういうことですか。テンパは今働いてるんだよ。はい、だいたい四半期に一遍伸ばして伸ばして伸ばしてシュッてこんなんだ。四半期に一遍ってちょっと少なくない。遅い。4ヶ月1回。いや、僕だから伸ばしちゃうんですよ。もじゃもじゃもじゃってなって。飽きまへんやん。飽きまへんなんです。全然働いてるんですけど。さようでございます。注意を。働いてるのにダメ。セミ、ショートに C や。まあそうですね。自分で鏡映ってタイプじゃないわ。広島弁言ってみて、風呂場でシャワー前で鏡反射して自分。はい、次、大根さんから質問いただいております。一日に何回歯磨きをしますか。残念ながらアホでした。この質問は。いやもうその反射神経のみで絶対やばい。歯に切る、歯磨くって感じですよ。まあ、衛生系に詰めちゃうかと。僕は汚いですよ。衛生面に興味津々。僕の衛生面、僕歯磨くのはお風呂入った回数だけ歯磨く。1日に何回も入ることある、まあ、シャワー朝と夜とか入るときもあれば、まあまあ、まあ、ちょっとやっぱ汚いキャラやなって思われるかもしれないけど朝しかシャワー浴びないときも、ただ歯磨きはリステリンして、あ紫色の商品で言っちゃった。全然大丈夫。何にも引っかからない。リステリンして電動歯ブラシして、しっかりしてるの。正解は数は少ないけど気を使って。なるほど。で今で今4つです。はい、まだあと2個あります。楽しみやな。いや、次、西文さんからいただいております。今まで買って一番後悔したものを教えてください。購入したもの。これはまあちょっと考慮。
こういや、ジッポでさ、タバコ吸うんですけど、うん、なんでジッポなんか使うやん、なくしたんですよ。すぐええやつ買ったの、僕も3万した。うわ、もったいない、もったいないね、もったいない、純粋にもったいなかった。普通に通勤途中になくして、ええやつなくして、めっちゃ綺麗な音鳴るやつ買ったじゃん、キンってなる。後悔したんやしか、後悔しました、いらんかったんやけど、逆になりたってよかったやろ。俺でもそういう質問をしたいとパッと出えへんの、買いませんよ。はい、次、最後、僕と西文さんからの質問でございます。はい、まあ、同じ質問なんですけど、同い年なんですが、半沢くんと呼んでいいですか。なんだ、半沢くん、半沢さんじゃなく半沢くんと。いやでも、何でもいいし、沢ちんでもいいし、沢ちんね、沢ちん、ちん沢でも何でもいい、ちん沢いいし、ちょっと嫌や。ざわちんでいいですよ。でも同い年にはやっぱり見えない、見えないですね、今日も言われました、うん、どう描いたってあなたは落ち着いてるもん、落ち着いてるのか、うん、何も考えてないのか、いやいやいや、どう考えたってあなたは老けてるもん。言っちゃった、言っちゃった、大人びてるもんね。だってたたずまいはさ、もう、うん、そうですね、すげえ、まあ、でも、そうですね、演技ジジイですから、演技ジジイ、ジジイで入れてきますから、ね、最初に会った時も、まあ若いんやろなとは思ったけど、この人は落ち着いて、年はよりあの上に見られるやろなと思ったから、やっぱ聞いた時に、あ、まだ学生なんやと思ったらしいですよね。うん、まあそうやって、それはやっぱり呼びにくい。いやまあ僕も西文さんもあの人見知りなので、まあ僕も言うて割と人見知りなんです。いやもうザワチンって呼んでみよう。はい、ちょ仮面目で。はい、はい、どうこれからも稽古ザワチンよろしく、よろしく。何やねん、序盤です、序盤やあ、でも呼び捨てでお前や、半沢川原西文の中で行こうよ。はい、なんしたそこに、まあニーヤンも、ニーヤンどうや、ニーヤン一人おった、ニーヤンさんはニーヤンさんにまた落ち着いてるから。俺だってニーヤン年上やと思ったの最初。僕もね結構上の人じゃないやろなと思った。初めて現場一緒な時さ、稽古場に武士がこうやって出てたからさ、え、この人先輩やろな絶対と思ったら、もう一個下かいお前ですよね。うわ、めっちゃジャイアンと思った。違うよ、高いよ。だから意外にそうやね。そうなんですよ。そのだってね、あの佐々木さんとかもないですよ。24歳組、26歳組、22歳組と3つ、ね、じゃあ今回28歳組も4人おるから、あー、あの一撃は3人と太郎くん大体が一撃はしいや、うち、僕らのね、はい、年齢28、今28、今年29いないんじゃん。そう、まあまあそう、太郎くんぐらいの周りにいるのが一撃だけ。うわ、なんでだろう、考えると悲しい。落とし穴世代ですよ。そうそうそう、これでね、もうストリートだから。ありがとうございます。で、ね、これが最後なんですよ。あ、はい、ちょっと最後にふさわしく一撃屋に何か質問をくれた。あ、分かった。難しいですね。いや、刺激屋に質問に TPO 考えてな、俺ら傷つきやすい。結構質問言わせちゃうんだ。そうこれ圧力。質問ね、ちょっと待ってください。メンバー今何人でしたっけ。9。あー、で、スタッフさん入れたら10。うんなまちなみに今何人。うんなまはね、なんかもう3、4人ぐらいどんどん加速化してきました。加速化。今まあ自由感じ。自由感。自由感。なんか自由そう。一撃屋は、え、今これ僕質問して答える。あ、答えられるやつやったら答える。で、持って帰りたいものやったら持って次の動画人気です。次の動画人気。じゃあ、今、とりあえず今答えれそうな質問。メンバーはこれからまた増えたりしない。今んとこしない。というのは、まあ、まだもうちょっと
役割分担をトントンにしようとしてるから今メンバー感、うん、やっぱ最初俺と竹村と足立が基本的に仕事3人でしてたから、それをどんどん振ってる最中なんですよ。もうちょっと振りたいって、うん、普通の真面目な普通の回答したら、いやいや、僕もね、一応その劇団のあれなんで、どうやってやってんのかなみたいな。いや絶対大変だから、ほんまにやっぱ川原とかいっぱいやってるけど、めちゃ入ってからやっぱ楽になったわ。あ、ですよね、やばい、すげえ楽になった。大久保さんが動画に上げてましたもんね。そう、昔はね。あ、ですよね。そうやね、ほんまや。あ、すげえ楽になった。いいことです、ね、様々、うん、昔テロップとか入れてましたね。だから本当こうやってさ、昔はフリーソフトのやつが画面真ん中に赤い文字が強いのか、うわ、そうそう、もう何の知識もないからさ、もうこのままお届けみたいな、そうやって消すねん、そうやって、私の方それについて動画日記の話題はこれってどうやって消すのみたいな。ですよね。そう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 、まあちょっとじゃあ質問は何か、もうこんなもんでいいですか。こんなもんで、こんなもんで、ありそうでしょ。ありそう、ありそう、ありやったけど、まあまあそんな感じで、割とまあ同世代、そうです、じゃあ同世代なんで、いやでも僕らなんかこっからバーッと喋る前なんですけど、僕ほんまに大学入って芝居始めて、うん、2年目ぐらい、あれだからそういうことわしづかみたいな、あ、出ましたね。あの時に僕だから先輩が出とったから、ってセバンド見ていて、世の中にはこんな芝居してる人がおるんや、ああ一撃あって劇団さんがあるんやなって思ってたのが今こうしてるっていう。なるほど、うん、結構あれね、ゲボって思います。ゲボって思うなよ。いやなんか年月のところにあの人も出てたね。そうですよね、ジェイさん、いやもうジェイさんが来ないですけど今でも覚えててまして。その前もあれも出てたやん、君ら3人がババアやってたやつも。え、それ一緒だ、一緒だ。めっちゃ計算上手。生まれた時君が吐けへんから王女押したの。そうそうそう、意外とジェイさんの付き合いなかった。そうですね、ジェイさんを吐かす、吐かさんと舞台上にバーンと締め出した。思い出した。練習行ってないのにそんなしあれ怒られたから、普通に見に来た先輩の俳優さんに、僕はお前何してんのお前って普通に怒られて、ちゃんと演技ですみませんでした。やばいっすね、その説はすみませんでした。はい、はい、じゃあ、雑に終わりたいと思います。はい、またバイバイ。トリプル P ピースじゃなかった俺今で。